まあ、映画ってのは単なる娯楽であり、ね、ある程度作られたものであり、まあ、模造品であることは間違いない。それも間接的に通しておく。でもここで言う神話の目覚めは自分が主役です。自分が究極のリアルな主役です。そしてこっから先未来が変わることが予想されます。一番大事なのは自分ですよね、皆さんね。でその自分が主役で自分の最高の自分と出会うんですから、その映画の感動とは比べ物にはならない。もうまあこの神話のね感動、神話の喜びを知っちゃったら多分あまりああいうものを見たくなくなるはずです。やっぱりそんな本物じゃないってことは分かるから。なおかつそれも他人が演技をして他人のあれをやってるから、自分とは関係ないって言えば関係ない。まあ時には何か自分の何かに来てお涙が出てくるぐらい感動することもあるけど、やはり直接ではないわけです。だからここでやってるのは神話は直接なわけです。だから皆さんさえちゃんとマットサイズ出さなきゃ 100% 自分が究極の感動を味わうことができるわけです。直接だから今ここで生きてるってことは、今まさに自分が人間としてのプロフェッショナルで生きてる。今この瞬間でもじっとしてた。同じものを見ても心を打たない、全然打たない人もいるし、同じものを見てね号泣するぐらい感動する人もいる。だからそちらの物語にあるんじゃなくて、自分全て自分にあるということだ。全て自分の中、自分が自分の表にあるものを見て感動するのも自分の中にある心が感動する。人によって全然違うものに感動するかもしれない。できるなら確実にね、自分が主役で確実に感動できる人生を今この瞬間だって生きることだってできる。だからね、神話を知ったら一番濃い人生を送りますよ。毎日毎日この瞬間瞬間本番だと、本番で生きるという、まあ、そういうことです。